この国の鳥たちは人懐っこい。30分待てって言うんなら仕方ねえぜ。30分待つのはリサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。おお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 Nahu я сюда пришел?貴様の相手はこのシュトロハイムが最後だ。機械など相手になるか。そうだよ。異様な角度に関節が曲がったぞ。君の力1950キロ平方センチ、サンタナのパワーの約2倍。若者か、ドイツの科学は世界一。サンタナのパワーを基準にこのシュトロハイムの腕の力は作られておるのだ。この人間を超えたのだ。クライカース、1分間に600発の鉄鋼弾を発射可能。何が何でも石石を手に入れる。エシリシが使用としてもたらしてくれたのだ。断じて最格闘なモード。この音は、シュトロハイムはすれ違う瞬間目撃し理解した。細かい微小なしかも鋭い爪がエッジの部分を滑るように走っていたのだ。その一個一個、まだ勝てん。今の俺の装備では、今の人間の科学では、奴には勝てん。サンタナが何だというのだ。奴はおっちょいガキ、番犬のような存在。がない。殺気を発さないで戦えるのか。ではこちらから行くぞ。波紋が、この女は駒だ。ジョジョ、貴様をつく。風、見ろ奴の腕を。波紋でどんどん溶けていく。やばい！
なんかやばいぞ。そのリスに気をつけろ。やった、夜明けだ。ダメだ、太陽の光の中に。もうあいつを倒す術は何もないのか。いや、策はあるぜ。なんだってジョジョ。たった一つだけ策はある。ジョジョ、まさかそのとっておきというのは。逃げるんだよ。もう波紋戦士などどうでもいい。どうしても今殺さなくては。さっきのカーゼの羽根。うわ、なんてこった。ゆっくりと取り殺してくれるわ。何うわー、くそらー。カーゼ。これはカーゼ、この飛行機は貴様の棺桶。ついにカーズをやっつけたぞ。その絶叫を聞きたかったぞ。ジョージ、人間は神にだけは勝てない。避けられるはずの下からの着弾弾にさらに押し上げられた。